釣りハードモードの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、オルブライトのノットのねマックス強度、だいたいこのねセットで、やって20ポンド前後なんですよね。まあ、P ラインね35ポンド2号ですね。でリーダー40ポンドこれでね、組んでみてね、オルブライトノット、まあ、通称10秒ノットね、だいたい20ポンド前後なんですけど、今回ね、インプルーブドオルブライトノット、オルブライトノットのね、改造版ですね、カスタム、こちらでですね、果たしてねその数値超えられるかどうかね、ちょっとやってみたいと思います。じゃあね、早速ね、させていただきます。まずね、まあ、P ラインを、P ラインとリーダーに軽くね、リップクリームね、今回なじまさせていただきます。そして、今回はですね、シリコンスプレー使おうかな。100均のシリコンスプレー。これ使ってね、やってみましょう。それじゃね、早速やらさせていただきますね。リーダーを2つ折りにしますね。15センチぐらいのとこからリーダーを2つ折りにして。そしてね、P をね、中に通します。通していただいたら、通常のね、オルブライトノットとね、全く変わりませんから、途中までね。これでね、まあ、12回にしようかな。1、2、3、4、5、6、6、7、8、9、10、11、12回巻いたらね、ここからね、通常、この中にね、もう一回通して終わりなんですけど、今回の場合ね、ここの2本、PE とリーダーのね、上の部分、こちらにね、5回巻きつけます。1、2、3、4、5。これでね、インプルーブドクリンチノット完成です。あとはね、絞り込むだけなんですけど、ちょっとね、形作ってからね、ぐーっとね、引っ張って、ぎゅっとね、あんまり強く引っ張らないでね、形作ってから、シリコンスプレー吹いてみましょう。たっぷり、ね、塗っていただいて、これでね、ギュッとホールド。ホールドがね、大切だと思いますんでね、なるべく強くホールドさせていただきますね。スプレーはいらないで、リーダーとね、P の本線を持っていただいて、これでね、完成なんです。非常にね、早いノットですね。まあ、10秒ノットですんでね、非常に早いんですけど、今回ね、あえてハーフヒッチとかね、行いません。もうそのままね、焼きこぶも作りません。このまま、テストしてみますんでね。ただね、ちょっとね、長めに残しておこうかな。3ミリほどね、ちょっと長めにね、残させていただきます。これでね、強度テストやってみたいと思います。じゃあね、早速ね、リーダーを切って、リーダーも切って、これでね、20ポンド超えるようであればね、非常によろしいですね。インプルーブドオルブライトノット、こちらでね、できました。ではね、強度の方見てみましょう。徐々に引っ張っていきましょうか。なるべくね、記録出したいんでね、徐々に。テストポンドやらさせていただきます。これぐらいで1回ね、1回キューッとこのまま停止、1回緩めてもう1回ね引き直します。18ポンドぐらいだったかな。18ポンドぐらいでね、切れましたね。なるほどね。ちなみに今のラインの、反対側でね、
オルブライトノット組んでみましょう。ちょっと短いかな。まあ、新しいので組んでみましょうか。同じですからね。今のはね、インプルーブド、オルブライトノットね。オルブライトノットの改造版ですけどね。ちょっとね、数字的にうまくいかませんでしたね、今ね。今度15回やってみようかな。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。普通のやつじゃなくて、やっぱり、あれにしよう。インプルーブドクリンチノットの15回版。これでね、もう一回試してみましょう。これでね、ここの時点から ゆっくりね、締め付けさせていただきます。さらにね、締め込みをね、ちょっと長くしましょう。よし。これでいらないラインをカット。で、ハーフヒッチなし。これでね、もう一回やってみましょう。ラインはね、同じの使ってますから。インプルーブドクリンチノット、15回版ね、やらさせていただきます。あ、インプルーブドクリンチノットじゃないわ、インプルーブドオルブライトノットね、失礼しました。ね、テストポンドやらさせていただきます。一回停止して、じゃあ引き直します。あら、19。やっぱりね、普通のオルブライトの方が強いですね。うまく結んだ場合はね、まあ、15回の方がね、多少ね、数値的には上がりました。わずかですけどね。切れてる場所は同じですね。ここですね。ここ。そしたらね、次ね、ハーフヒッチしてみようかな、これに。10秒ノットね、ま、すぐ結べるんでね。やってみましょう。11、12、13、14、15、16、
15回やって。そしたらね、リーダーはね、切りましょう。リーダーはね、もう抜けることないと思いますんで。で、このね、破線でね、P 本線にハーフヒッチ。5回やろうかな。ちょっとこのリーダーを足で踏んで、張った状態でやろうかな。失礼しますね。張った状態にさせていただいてね。同じ方向でやってみます。5回やって、擦れるのがね、嫌なんで、エンドノートしておきましょう。これでね、インプルーブドオルブライトノットの、ハーフヒッチ5回版ね、と、エンドノット。これでね、強度テストやってみましょう。20ポンドいけばよろしいですけどね。それじゃあね、やらさせていただきます。テストポンド。はい、同じとこから切れてますね。これはね、結んだね、ハーフヒッチの分です。ラインは同じとこから切れてますね。こういって多分折り返したところからね、中で切れてます。今回ね、インプルーブドオルブライトノットのね、強度比較実験させていただきました。それではね、皆さんね、またお会いいたしましょう。さよなら。